こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年の韓国は、無礼に無礼を通り越した言動や行動をとってきた。ムン政権だが、今度は軽空母計画を進行中とのこと。そこに出された戦闘機が、あの F-35B ステルス戦闘機となる。今回、この軽空母計画を詳しく見ていきますが、もう頼る国がない状況で、どんな動きをしてくるのか。日本だけでなく、米国や台湾なども、そっぽを向くが、頼りの中国、北朝鮮も見向きもしなくなっている。韓国国民走っているのでしょうか？疑問だ。2020年8月に、韓国のムン政権は、基準約3万トン、満載約4万トンの、排水量の軽空母を建造し、これに F-35 ライトニング2戦闘機 B 型を、艦載機として運用する方針を突如打ち出した。旗から見れば、韓国政府が、なぜこうした軽空母や F-35 ライトニングに、戦闘機 B 型を保有したいのかという、合理的な理由は見当たらず、軍事的というより、政治的側面の方が強いように見える。これまで、韓国では、空軍向けに、通常滑走路から運用する F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の導入が、総数60機ほど予定されていたが、軽空母用に、そこから20機を B 型に転用するとしている。60機の導入予定であった F-35 ライトニング2戦闘機 A 型が40機まで削減されるとなると、実に 25% もの大幅な戦力ダウンを意味しており、空軍戦略そのものの見直しが必須だろう。一応、韓国政府は、この分の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型20機を国産で、開発中の 4.54 世代相当の KFX で充当する計画のようだが、インドネシアが開発から離脱した同機の今後の見通しも不透明だ。それでも、ムン政権がこの軽空母構想を打ち出している理由は、海上自衛隊の護衛艦、出雲、加賀の空母化改修と、それに伴う42機の、F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の導入への対抗意識としか思えない。この理由が、支持率の低下にさらされている、ムン政権の一種の、パフォーマンスであり、世論に受けの良い対日政策としての人気回復と、次の選挙での政権継続を期としたものとの見方は、韓国内でも多い。これには、真に、現在の韓国の置かれた地政学上からも、最大の脅威である。北朝鮮に対して、軽空母保有よりも優先すべき、他の兵器の拡充が、あるはずとの、至極真っ当な正論が挙げられている。少なくとも、F-35 ライトニング2戦闘機について、A 型を削減し B 型を、導入することは、航続距離、及び、機体内に収容できる、兵装量の減少など、どこから見ても、プラスの要因が見当たらないとこは事実だろう。よって、軽空母保有によって、予算獲得と増強が図られる海軍を除き、空軍、陸軍からも、反対の声と慎重論が聞かれることは、全く合理的な、正論だと思われる。すでに、
F-35 ライトニングに戦闘機 B 型を導入しているイギリスや、日本と同じく、仮に韓国が同機を導入することとなっても運用自体は、空軍が担うものとみられるが、メリットは感じていないのだろう。ムン政権と海軍は、軽空母構想を既成事実しようと推進しているが、軽空母の設計には、艦載機となる F-35 ライトニング2戦闘機の事前の情報開示が必須となるため、その入手にも躍起になっている。しかし、F-35 ライトニング2戦闘機 B 型を要する大元のアメリカ、ロッキード・マーチン社が正式な契約の締結以前に同機に関わる情報の開示を拒否しており、その点からも順調とは言い難い。イギリス海軍の新鋭空母クイーン・エリザベスは2021年からの極東地域への派遣が正式決定されているが、その動きの中で韓国にも寄港する可能性が報じられるなど注目を集めている。ただ、いたずらに中国を刺激することにつながりかねないこのクイーン・エリザベスの韓国への寄港は、いかにムン政権でも実現できないとの見方が大勢を占めているが、その中でも気になる説が浮上してきている。それは、クイーン・エリザベスの設計、企画に携わったイギリスのエンジニアリング企業、バブコック・インターナショナルが、そのノウハウを持って、韓国政府への技術支援契約を狙っているとの情報だ。バブコック・インターナショナル社は、一体どこまで、製造元のロッキード・マーチン社自体が、現状では、秘匿している F-35 ライトニング2戦闘機 B 型に、関する情報を開示可能なのか、疑問は残る部分ではある。イギリスとしても、相当な費用負担をして建造した、クイーン・エリザベス級。空母だけに、国として、その2隻の投資の元を取ろうとの、したたかな計算が、この状態を作り出しているようにも感じられる。実態としては、イギリスが、クイーン・エリザベス級空母2隻の調達に要した。取得費用、つまり、建造費と開発費の合計はおよそ1兆円ほどと、見積もられているが、この金額は、さらなる混乱を韓国に生じさせている。1兆円もの費用が捻出可能なのであれば、F-35 ライトニング2戦闘機。B 型ではなく、自国産の KFX を、航空母艦仕様に改めて運用するという、固定翼、機を艦載機とし、カタパルトを装備した空母を、建造すべきではないかとの案だ。ここまで話が膨らんでくると、そもそも何のために軽空母を導入するのかという、ただでさえ怪しい前提さえも霞んできそうな、たらればロンであり、金額から逆算しているだけの思いつきのようですらある。